はセレクションで獲得していた床田博樹さん。エブ純正メインだけど、どうせなら全同値にしておきたい。カープの選手当たりすぎなんよ。ということで、床田博樹称号チャレンジ、全同値への挑戦やっていく。今回狙いの称号は星1請求自慢1点狙いです。実は2023年のセレクションは全てしっかり広島の選手地引きしているんで、ここで称号すれば全同値になるんじゃないかなと勝手に思っています。まあとはいえ西武の選手じゃないから気楽なので、調子くん適当に頼むよ。強心臓とか絶妙な気持ちになるやつ勘弁して。2回目。まあ全同値と言っても正直決まるとは思っていません。冷静になると西武の選手で称号やっても全然決まんないし、無理に決まんなくてもいいんじゃないかなと思い始めています。ここで運貯めて次に繋いでいくのもありなんで、何が来ても OK。 あとは調子くんのさじ加減に任せた。